第3試合を行います。青コーナー、175センチ、70キロ、ボクー鋼鉄チームキットの特攻隊長、ボク鋼鉄。赤コーナー、175センチ、70キロ、岩木部ノルウェーから来た北欧の処刑人、ヨアキム・ハンセン。さあ解説は世界の TK 高坂剛さん、そして須藤元気さんです。スペシャルナビゲーターは井上若さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平和ドリームワンライト級グランプリ2008開幕戦を迎えました。さあこのドリームと冠のついたリングの上で男たちは何を見せ、お客さんたちに何の夢を与えるのか。トーナメントルールは1ラウンド10分、2ラウンドは5分、延長はありません。紹介はノックアウト、テクニカルノックアウト、マストシステムです。さあ山本キットが見つめています。そのチームキットの特攻隊長、ジャッジ、北鋼鉄の拳なのか、あるいは処刑人の拳か。まずは左のジャブを振り回していく。さあヨアキム・ハンセンがこの北鋼鉄のパンチに対してどうか。そうですね、ヨアキム選手は自分のリズムに乗ってしまうと、はい、ものすごい強い選手なので、ボク選手はそれを最初から崩したいんです。いきなり流してきました。今のは見えないですね。見えませんでしたね、はい、そして左落としていく。今のは須藤さん何が当たりました。今は多分フックだと。フックですね。でも胸あたりですからね今。あそれだけその圧力を持っています。ともに175センチ、70キロ、平和ドリームワンライト級グランプリ2008開幕戦です。でもそこまでダメージはなさそうですね。足でしっかりコントロールしているので、はい。まあ、ヨーロッパの70キロ級の、まあ、高坂とトップファイターと言っていいでしょうね。そうなんですよね、非常にまあヨーロッパの選手というと K1、まあ、打撃が中心の選手が多い中で、この総合のリングで活躍するノルウェーのヨアキム・ハンセンです。下になったのがボク鋼鉄です。いわゆるこのヨアキム・ハンセンという選手は、はい、打撃だけではなくレスリングも寝技も全部できる選手なんですよ、だからいわゆる総合格闘技の試合がしっかりできる選手なんですよね。さあパスガードをしようとしています。ここはなんとかガードしなければいけないボク鋼鉄、まあ、2003年シュートのリングではあのゴミを破ってヨアキム・ハンセンは世界王者にも輝いています。まあ、須藤さん、はい、須藤さんもかつて70キロでは活躍しましたが、はい、非常に恐ろしい相手ですね。そうですね、すごい拳が硬いっていう風に聞いたことあるんですけども、一発一発がやはり音が違いますよね。なんかゴツゴツで鳴るというか、まあ、ここは立ち上がって、ね、ボク鋼鉄としても勝負をしたいところです。そうですね、ここでやっぱり裏投げのように投げていきました。かなりこれはパワーもありますヨアキム・ハンセン。ただボク選手はまだ立ちたいでしょうね。はい、ここ動いた方がいいかもしれないですね。とにかくボク鋼鉄とすると立ち技中心のストライカー、スタンドでのボクシングテクニックは自信を持ってる。さあ勝負だ、首を狙ってくる、首を狙ってきます。あの回転の仕方がヨアキム・ハンセン得意なんですよね。はい、寝技上手いですね、すごく、一つ一つが細かいですね。ボク選手はどんどんこれでスタミナ消耗してしまうので、はい、ヨアキム・ハンセンの首が首に来る。さあ長距離を狙ってきた。さあ首に右の腕が絡みついてきた。 まだ大丈夫ですね。まだ大丈夫です。まだボク鋼鉄この表情。そうなんです。ただこれ失敗してもすぐ次の攻撃をやってくるので、はい、ヨアキム・ハンセンは気が抜けないんですよね。一瞬まあボクとしても腕かなと思ったらすぐ首に来るんですね。今度は十字、今度は十字だ。今度はこのクラッチが外れると、このクラッチが外れると、さあハンセンが、ヨアキム・ハンセンが腕を伸ばす。ボク鋼鉄が捉えられるか。残り時間はまだ6分以上。起き上がりたいですね。さあ立てるか。ここは起き上がりたい。ここはボク選手は足を振って足の反応を使って立ち上がりたいところ。このクラッチ、このクラッチが命綱。さあ今度は三角だ。ここは三角、流れるような波状攻撃。うまいですよね。うまいですね今の。しっかりと三角につっつけてきたが、ここは溶けるか。溶けた、立った。さあ立った、立ち上がりました鋼鉄。ここからボク選手強いですよ。実際今ヨアキム・ハンセン下で寝技で攻めましたから、はい、疲れてるんですよね。左の左のジャブが伸びてくる。打ってこいって言ってますね。ワンツー、大振りの腹を返すヨアキム・ハンセンです。さああと5分だ。1ラウンドは残り5分です。互いに左の腕にタトゥーを入れています。ヨアキム・ハンセンはそのバイキングを表すタトゥーを施しています。チームキットの特攻隊長、とにかくスタンドの勝負なんだとボク鋼鉄も宣伝。ミューストレート、今のフェイント入れてるんですよね。はい、逆に左のジャブ一瞬くらついた。これは殴り合いとなりそうな5分間。パンチ強いですからかなり本当に。左のジャブ2発、左のジャブ2発伸びてきました。
クとしてもここまでヨアキム・ハンセンが打撃ができるとは思ってないかもしれませんね。そうですね、いや、あの打撃ができる選手というのは分かってると思うんですけど、あとはボク選手がどれだけそれに正面から突破しようとするかですよね。はい、あのやっぱローとかいいですね、ボク選手足に少しって気持ちをいろんなところに散らして攻めていった方がいいと思います。ここはボク・コーテスに対してヨアキム・ハンセンがスタンド、この打撃に付き合います。小笠原さん、はい、青コーナーボクサイドなんですが、キッドはですね顎を引いてボディを狙っています。さあ当たった、左も当たった、しかし左のジャブを返す、おいというヨアキム・ハンセン、これは打ち合いだ。ボク選手も引かないですから、ここは、はい、タフですね、ボクロー、大きくこのローキックですね、ゲンシさんね。そうですね、下とかに振って、はい、ボディとかローキックとか振ったらパンチが入ってくますね。ではドリームワンライト級グランプリ2008開幕戦、いや若さん、まあ、ドリームという名のとおり、ここしのぎたいですね。さあここはグランドに展開を持っていく、本当に若さん、この意地のぶつかり合いっていうんですかね。そうです、流れるようにどんどん技が入っていくのが本当に見てて、何でしょう、ついていくのが今精一杯になってます。これが一流どころが揃ったこのライト級グランプリです。楽しいです。今寝技になった瞬間にヨアキム・ハンセンが、はい、膝をボク選手に当てたんですよね、でそれで多分一瞬効いたと思うんですよ。さあマウントポジションを取ろうというヨアキム・ハンセンです。そうなんですよ、寝技の膝蹴りってかなりダメージは残る。あ、なるほど、立ち上がる、いいですね、ここを流れてくる、ここしのぎたいですね、ここ切りたいです。残り3分を切りました。1ラウンドは10分で行われますドリームワンライト級グランプリ2008、この裏投げ、この裏投げです。ただまだ立ってきますよ、僕は、僕選手は、はい、ここはさあここからまたもう一回この長い足 で、ね、首を狙いながら、首を狙いながらもう、はい、そうです、10時も狙ってるんですよね。さあ首に来る、首にこの腕が絡みついてきます。ここはまた我慢の時間帯となりました、僕コーテス、残り2分半です。首が取れなかったら腕を狙うっていう風に、そこをしっかりアジャストできるので、ヨアキム・ハンセンは、はい、5分を過ぎたあたりからはヨアキム・ハンセンも打ち合いに来るのかと思われましたが、そうなんですよ、この辺のクレバーさがヨアキム・ハンセンの強さなんですよ、はい、本当に、まあ、立ってよし寝てよし、どちらも自信を持ってるんですね。そうですね、全ての局面において勝てる自信があるんですよね。はい、そしてボク・コーテスとしてもその気持ちの強さも上げていました。しかしボク・コーテスは普段あの山本キッドと練習をしています。あのキッドさんのパワー、そしてスピード、それがこの試合に役に立つと思うと話していましたボク・コーテス。小笠原さん、はい、赤ヨアキム・ハンセンサイドはね、グラウンドでも別に立ちでもどちらでも受けてたぞという姿勢だったんですが、今はもう完全にチョークを狙っていますね。コツコツ当てながら相手の隙を伺ってチョークでいけという指示です。あ、元気さん、首を狙ってるようですね。そうですね、はい、でそこからまた10時にも移行できるんで、はい、その辺